はいどうも、ミニマリストダンサーのマイペース男です。今はですね、12月の29日の、23時4分なんですけど、これからね、久しぶりに、Uber Eats 動画、年末の深夜に Uber Eats なるのかっていう検証をしていきたいと思います。気温的には10度ぐらいあるので結構暖かいんで、まあちょっと夜中の稼働もなんとかなるだろうということで、とりあえず今日は行ってみたいと思います。とりあえずオンラインにしていくか。写真撮影、マジでこのくらいの中で写真撮影、久しぶりすぎて写真撮影からかいけるかな。マスクしてるけど撮りづら、これ撮りづら、認証されるのこれ、取り直してくださいって。マスクダメか、これは暗いし大丈夫か。取り直してください。やばいやばい、スタートできない。ダメじゃん、無理だよこれ。どうすればいいの。どうなんだろうな、街灯の下。これでいけるか、来た、認証されました。 OK、 これで出発できます。というわけでオンラインにしていきます。とりあえずオンラインにはしてみたんだけど、なるかわからないので、なりそうなね地域が、近くに武蔵小杉という場所があるので、とりあえず今東京なんだけど、この辺だとなりそうにもないので、一旦なりそうなエリアに移動してみます。でそこでまあ自動なり走り回ったりしてなればいいんだけど、ならなければちょっと場所を移動するとかかな、まあ、とりあえずなるかどうかの検証なんで、1件でも注文が入れば動画としては、まあでも検証だから、なんなかったらなんなかったで、それはそれで動画として出そうと思います。まあなるんだったら、まあ、2件ぐらいできたらいいかな。さすがにね、夜11時過ぎなんでちょっと怪しいんで、まあどうなっていくかっていう、ちょっとお楽しみにということで、こんな感じです。さあさあ、今丸子橋を渡っております。この橋、大きい橋を渡れば、神奈川県に入ります。果たして注文はなるのか。まあね、夜10時11時ぐらいか、まあ、マクドナルドとか結構夜中になるイメージがあるんで、まあもしかしたらこの時間にマック頼む人とかね、コンビニで何か頼む人がいれば注文入るのかなって感じです。はい、なんと今ですね、ちょうど注文入りました。あ、来た、マクドナルド武蔵小杉東急スクエア店。よし、自転車4分ですね、場所1キロ。はい、もう今向かってるのが武蔵小杉なんで、そっちの方に向かって、とりあえずクリックしていきます。やったよ、まさかの注文入りましたよ、この深夜に。やっぱりマクドナルドなんだね。まあね、深夜とかって結構ジャンクフード食べたくなるからね、カップラーメン食べたくなったりね、マクドナルド食べたくなったりするんですよね。遠回りしてない、これダメだ、遠回りしてた。 Google マップの自転車だとちょっとね、どっちだ、合ってんのかな、合ってる。どうやら道は合ってたっぽい。まあ、とりあえずね、久しぶりのウーバーイーツってこともあって、焦らずにね、落ち着いていきましょう。さあそろそろお店が近くなってきたはず。ただね、 Google マップ上だと自転車なので、ちょっとね、大回りさせられてる感じがあるんで、そうだね、こういうとこくぐっちゃった方が早いんだよね。おっと、階段か。これぐらいだったらいけちゃうね。ちょっとね、やっぱりね、今はこの時間だからここ来たんだけど、普段は通らない、使わない、慣れないエリアなんで、ちょっとね、難しい。あ、自転車押してくださいとのことなんで、ちょっと行きます。さあ、今、行く先のマクドナルド、どこだ？どこがマクドナルド？何階だ？駅前に着いたんだけど、ちょっと入り口がわからない案件。自転車のね、止める場所は決まってるらしいんだけど、まずそこがわかりづらいのと、はい、なんとか自転車をね止めて東急スクエアに侵入しました。さて、マクドナルドは何階なんでしょうか。ちょっと警備員さんに。すいません、マクドナルドって何階にありますかね。何階ではなくこちらではない。あ、違うですか、はい、建物が違う感じです。こちらの通路をずっといただくと、はい、どれ的に東横線の入り口があるんですけど。ああ、わかりました、すいません、ご丁寧にありがとうございます。武蔵小杉恐るべし、着きました、なんとか。今はウバイツです。 D6EB2 です。ありがとうございます、お願いします。いやー、だいぶ時間ロスした。とりあえず今回のご注文が、コテナイデダイなので、飲み物ない感じですね。よかった、飲み物あるとちょっとね大変なんだけど、飲み物はない感じです。
待たせるとだいぶ時間がロスしてしまったんですが、では配達先開始します。 1.2キロ6分、まあ近いですね。とりあえずマックはね結構近いところに飛ばされるんで、まあ、やりやすいんじゃないですか。とりあえず行ってきたいと思います。まあね、結構杉とか武蔵小山とか普通に大きい駅あるあるなんですけど、ちょっと待って喋りながら一応見る難しいです。とりあえず大きい場所でね商品をピックするときは駐輪場からね遠い可能性があるんで、せっかくね配達先近いのにすぐにお届けできなくなっちゃうんで、ちょっとああいうとこはね難しいんですよ。まさかの次の注文が入った。あれ取れた。なんとこの時間に数珠りました。配達先に着く前に次の注文が入って取ってしまいました。というわけでこれで最低でも2件は行くということで、まあまあ2件でね終わったとしても別にそれはそれでいいんじゃないですかね。この時間に2件なんでね。というわけでまあミスなくなんとか終わらせるために落ち着いて配達していこうかな。とりあえず配達先に着きまして、すぐに入れちゃいましたね。驚きすぎではない。1件目任務完了ということで、次の注文が餃子の王将武蔵小杉。しかもダブルピックですね。これいけるか。よし、あと2件いくって感じでいきましょう。いやーまさか2件目途中で来た注文ダブルピックと思わなかったね。まあ注文入んないよね。ありがたい話ですよ。熱がガタガタする。なんかね空気がめちゃくちゃ暖かいんですよね。なんだろう、自転車漕いでるから温まってるとかじゃなくてね、本当に風が暖かいんだよね。自分の夏と思えないぐらい。もうね、暮れ大晦日、もう明日明後日にはもう大晦日で新年迎えるっていうのもね、なかなか東京今神奈川だけど、まあ関東は暖かいです。はい、餃子の王将到着しました。あ、こちら、すいません、ありがとうございます。こんばんは、ウバイツです。はい、2点あります。2B46D、 あと 313C7 です。すいません、お疲れします。ただ商品ピック完了というわけで2件、めっちゃ近いね。 450m、 3分です。はい、超近いです。ちょっと行きたいと思います。古いのかな、夜ってマンション名が見えないからね。こんばんは、ウバイツです。すいません、お待たせいたしました。ありがとうございます。2件目に行きます。場所はというと、お、6分近い。今日はね近いところで行けそうですね。よしよしよし。いやーなんか静かな夜ですね。結構ねなんか風がね暖かくて、で若干風強いんだけど、これね原因分かりましたわ。なんかね明日雨らしいんだよね。最近すごい天気良かったんだけど明日雨らしくて、多分ねその影響で今こういう変な風が出てるから、これちょっとね配達終わったらね、雨にやられる前に早めに家帰った方が良さそうです。ちょっとねあんまり遠くまで行ってもしょうがないんでね。というわけでこの配達が最後の配達だと思って最後まで頑張ります。いやーでも気持ちいいね。こだ、はい、あ、こんばんは、ウーバーイーツです。エレベーターで行かせていただきます。やばい、ちょっとトイレ行きたいっす。マジでもう注文でね、トイレ行きたいから、とりあえず注文終わったら速攻でオフラインにします。マロルバイクです。お待たせいたしました。ありがとうございます。失礼します。はい、というわけでなんとか無事注文終了しましたのでオフラインにさせていただきます。と、あ、今またね、マルコ橋を渡っております。やっぱねこの橋の上綺麗ですね。なんか多摩川も見えまして、とりあえず橋を渡ったら東京に入るんですかね。まあ1時間ぐらいですか。1時間でまあ1000円いかないぐらいですかね。まあでも注文入ったし1時間で3件、まあ1件ダブルピックですけど注文も入ったし、なんだかんだ夜中もね小金稼ぎなら稼働する意味はあるんじゃないかなという感じでした。まあなんとか良かったです。検証動画としてしっかりとね注文が入ったところを見せられて、まあちょっとね軽く
お店の場所わかんないとかね、まあいろいろ最初もね顔認証してくんないとか結構ね、まあアクシデントありましたが、こんな感じで楽しく配達しておりますので、またよかったら見てください。はい、どうも。というわけで、無事帰ってきました。ですね、今回の、成績をね発表します。オンライン時間が57分36秒、1時間いってないですね。参上者、一件普通のピックと一件がダブルピックで、986円、時給1000円いかずということで、近い場所だったんでね、まあこんなとこですかね。まあでも久しぶりにインボイスできて、ね、すごい楽しかったんで、まあまたね夜中の稼働か、もしくはまた昼間とかにね、今度ね雨の日とか結構忙しくなりそうなんで、その時間帯とかにねちょっと稼働していこうかなと思っておりますので、ぜひまた見てください。どうもありがとうございました。また。